get ready. 雑談です。総取りです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、昨日は何をしてたかな。ずっと作業をしてまして、あれです、本当に遅れにやっとメルマ旬報ってメールマガジンの原稿を書き上げました。本当は月末なんですよ、締め切りがね。もう10日も遅れちゃって、もう本当に申し訳なかったというか、いろいろ悩んでというかね、何を書こうかっていうところもまああったんですけども、ちょっとね、つかみどころがない。これどうまとめたらいいんだみたいなところで、こうね、書きあぐんでいたんですけども、やっと書き上げまして、で、それと、明日の、朝やんのオープニングをずっとやっておりました。そんなところでさ、昨日やったのね。しかし天気がね、本当に何ですか、すごい風が強かったじゃないですか。だからほぼ一歩も外出てないね。本当にコンビニに行く以外はもうずっとこもってましたね。まああんまり出こうねこうご時世から出歩きたくもないしと思って、こもって作業しておりました。でですよ、見ましたです。今日はね、いっぱい見たんで、いっぱい話したいなっていう。まずどれから行こうかな。話が長くなりそうなのは後に置いといて、ドラマからまず行きますか。なんとかの接吻ってあるじゃないですか。何でしたね。地上の接吻、地上の接吻。なんだっけ。あるでしょ。一回話してる。それの4話目。地上の接吻ね、の4話目が、放送、8日ですか、日曜日の晩ですね。ありまして、あれを、TVer で見まして。なんですかね、こう、どっちがやきもちやってんだ、みたいな感じでね、男性の方が、やきもちを焼いてるような感じで、ね。やってんすけど、こう、なんですか、あの方は誰ですか。キャストを見ましょうか。ね。ABCG の橋本さんですか。ね。もう、いい感じじゃないですか。こう、ね。なんて言ったらいいんだろう。こう、ちょっと、羞恥心じゃない、こう、なんていうの、執着あるような感じでね。そう書いてますわ。執着って書いてますわ。相関図に。執着って。執着って言ったら面白いな。執着があるんですよね。この主人公の中村ゆりかさん。ね。柏木なんとか、かずかさんですか？役の中村ゆりかさんに執着が、ね。執着があるからしょうがないって感じで。ね、ずっとタイトル通り、もう本当にずっとね、キスばっかりしてるね、あれですけども、面白いですね。松本クラブさんがね、いい感じで出てきてましたんで、なかなか面白かった。この4話目はね、こう三角関係というか、こうもつれたところでこう嫉妬している感じというかね、あれがやっておりましたけども、そんな、しかしですよ、まあタイトルにあるにせよ、キスの回数多すぎるだろうというぐらいやってましたんでね。そういうのが好きな方はぜひね。ていうか、本当ジャニーズの方のこのドラマでの体の張り具合っていうとはおかしいですけど、こうね、いろんな役柄をね、やってくれるのは、いいですね。そういった、男前のかっこいい人がね、そうやって演じてくれるのは、まあ、逆にそのギャグもまた見たいっていうのはあるんですけどね。いうのを見てね、地上の接吻を見ておりました。それからバラエティをね、いくつか見まして、最初となったあれもね、総取りですか、フリップ芸の
何組 ?4 組 ?5 組 ?1、2、4組か。ね、出てたんですけど、大谷健太さん、それから高田ポルコさん、おじ、オズボーンの篠宮さん、ヒューマン中村さんと出てた。まあ、フリップゲ、まあ、ザジーとか出てないとかね、はありますけども、それでもね、面白かった、大谷健太さんのあの、早口言葉のやつね。うん、めっちゃ数打つじゃないですか。あれはちょっと圧倒されちゃいますね。あんだけ数やられて、しかもそれが後半に、こう、ま、他のネタがこっちのネタにかかってきてみたいな作りといいね。あれは素晴らしいですね。あれ稽古をしてないとできないし、そういったね、ところも垣間見えたりとか、まあそこをね、見せる必要はないんですけども、こううまいことね、やっておりましたね。あれは面白かった。なんでまた絵がうまいんですよね。で、高田ポルコさん、角度ですわ、やっぱり。なんつってもね、うんちょこちょこちょこピーの角度。うんちょこちょこちょこピーじゃないけども。やっぱ人間横に曲がったら面白い。面白い。だから、テレ東のなんでした？バナナのキャラクター。ナナナって言うんですか？あれと同じですよ。ね、ああ、曲がってたらやっぱ面白いですよね。曲がると面白いね。まあまあ、パンの耳をオラスクにするのが安上がりでいいっていうネタで、こう、別のね、ところにわーって行ってる間に焦げちゃったみたいな可愛らしいネタでしたけど、ね、あれをフリップネタと言いつつ、まあ歌ネタでもありね、というか、なんか不思議な感じですか。そして、オジン・オズボーンの篠宮さんのシャッフル男爵ね、これはもうピコ太郎のね、二番煎じを狙ってんのかっていうぐらい、これは本当言葉なくてもというか分かんなくてもね、見れば分かる。まあ、英語、簡単な、ダックとドックとね、分かりやすい英語で、それを混ぜると、ドックドック、ダックダック、ドックドックみたいなやつを、いろんなものを混ぜていくと、だんだんこう、タンクトップ着てたりみたいなのは、ね、本当に、あれもフリップネタというよりも、まあ、本当に、リズムネタに近いですよ。近いというか、まあ、リズムネタですよね。どっちかといえば、ね、みたいなのがあって、それでヒューマン中村さんが桃太郎の脇役を説明するね、脇役で、桃太郎に出てこない、村民というか、鬼の脇役だったり、洗濯帰りの別のおばあさんの話だったりみたいなのをセリフをするっていう、着眼点なんですよ。ネタのね、ボケ云々は、さておきって置いといちゃあれですけど、着眼点というか、その構造は面白いですよね。だから、なかなか、これは面白いなと思って見てたんですが、まあ、その 4人で対戦して、まあ、勝ったのが大谷健太さんって早口言葉だもんね。で、まあ、これ、4万円を総取り、1人が取って、次のチャンピオン大会みたいなのに向かうっていうことで、で、勝って、まあ、勝利者インタビューじゃないけども、こうね、してるところで、自分のフリップを破き出してね、こう、わーっていうシーンがあるんですけど、有田さんがすごいなっていうのは、ね、ここでどんだけ、ね、面白いというか、まあ、騒いでゲアゲアやったところで、そんな使う尺ないからっていうね、もう冷静に、本当にテレビを分かったね、方で、ね、やっておりました。そういうところも含めて、やっぱ、有田さんってすごいなって思いますね。他の、番組でも、ね、それこそ、ジェネレーションじゃないや、富士でやってるやつもね、あれも面白いですもんね、っていうのを見ておりましたが、まあこれね、どこ何を一番見るかって、やっぱりアナウンサーの方なんかね、ボブの面かぶってるでしょ、そこだけ注目して見てますわね、っていうのがまあ総取りで、最後これがね、ちょっとツイートで見かけてね、どうな、それ本当かどうかは分かんないですけど、冒険少年のセシタマンっていうのが、まあ、無人島を制覇する企画っていうのが始まったというので、で、僕は先にツイートを見たんですね。その、レモン畑の人が、いや、うち許可っていうか、そんな話聞いてないし、許可出した覚えもないんだけどっていうツイートが、こう結構バズってて、
え、そうなんだと思って、じゃあパラビじゃないや、TVerに あるかなと、あったんで見たら、確かにね、許可を得て撮影して おりますよ。一瞬パッと出るんですけど、まあ基本的にこう無人島だっつって、こう、行ったら、まあレボン畑があって、で、まあそこで、ね、これレモンだっつってかじったりとか、なんかカニが取れてそれを素揚げにして最後レモンかけて食べるんですけど、もう明らかにレモン畑だってわかる人のね、石段じゃないや、石垣があったりとか、農作業に使う、なんですかね、トロッコみたいなレールが引いてあるんですけど、あれもあって完全に人の畑だっていうのわかるんですけど、そういうことをやっても、あれ、本当に、無許可でやってんのかな、またこれで TBS でしょ、なんかそんな前もあったじゃないですか、やらせがどうのっていうのね、いろんなので。でこれそのレモン畑の人がツイートしてたんで、これ本当かどうね、でも本当っぽいしと思ってね、これちょっと問題になるんじゃないですか、うん、っていうかね、問題でしょうというのを見て、まあ今日ぐらいにどっかニュースには上がるのかどうかわかりませんけど、っていうのをまあ気になって見ておりましたがね、全部 TVer でありますんで、まあ単純に面白いのは総取りで、こうね、なんだろうな、ジャニーズのかっこいい美しいところを見たい人はね、地上のセットで、そのね、今後もしかしたらもう TVer でね、下げられちゃうかもしれない、ね、冒険少年のあのセシタマンのやつを、まあ、あの TVer にあるんで、まあ、ご覧になっていただければなと思って見ておりました。コントレモン畑ね、ちょうど時間となりました。あれですよ、ブランキー・ジェット・シティの、スイート・デイズですよね、シーズ・クライン、彼女は泣いているね、レモン畑でつって歌ってましたよ、ブランキーが、もう何年か前にね彼女ではなかったですけどね、レモン畑やってるおじさんが泣いてますわ、ね、スイスイで甘くはないってね、そんなことを思って見ておりました。そんなところです。はい、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。